目の前のシェーバンプです。はい、今回は、ショアラインのリゾートに来ております。で、今回紹介するのは、鍵のいらない部屋で、めちゃくちゃ美味しい部屋が、リゾートにはあるんですよ。それで紹介していきたいなと思います。で、そこの部屋に関して検証しようと思ったんですが、ちょっと難しいと思いますんで、ここは、まあ、遠くても近くても、まあ、10レイド行ってみて、どのぐらい拾えるのかっていうのをね、ちょっと検証できたらなと思います。はい、その場所はね、リゾートの東棟にありまして、2階にある219号室という部屋になってます。さあ行ってみましょう、219号室。もうね、ドアもないからね、この部屋。はい、こう来ました。早いね。はい、219号室。ここね、一見なんか美味しくなさそうに思うんですが、知る人ぞ知る名店になってます。はい。もう穴場スポット。はい、ここにね、ビットコインからレドックス、グラボ全部湧きます。はい、この脇。で、棚の上に玉だったり貴重品脇。で、この段ボールの上。全部一緒。グラボ、ビットコイン、レドックス。全部ね、この脇があるかもしれない場所になってます。まあ、今回ね、ここ一回レイド行ってみて、何が出るのかっていうのをね、ちょっと検証できたらなと思います。ここね、ある一定期から、ここにね、めちゃくちゃ美味しく湧くぜっていうのがね、昔からある。1年前ぐらいかな ?1 年半前ぐらいから、急に現れたスポットになってます。まあ、知る人ぞ知る穴場スポットになってます。で、ここプラスで、ちょっとね、こっちに、向かいの218号室、ここにね、レッドカードキーが湧くスポーンがあるので、ここもね、ついでにちょっと、見に行きたいなと思います。はい、ここ。前期ね、僕ここでレッドカードキー拾いました。4000万の鍵ですね。鍵っていうかカードキーがここの血塗られたところに湧きます。マジね、ビビるよ。だからまずここ漁ったらついでにね、ここを見るようにしてください。それではここね、ちょっと10回検証。まあ10レイド検証かな。何回かここ来て、行ってみたいと思います。はいよ。それでは、レッツラー、ポイチーン。今回1レイド目219、ここに関しては鍵部屋じゃないから、何レイド来て何回痩せられて、どのくらい痩せられてないよっていうのを紹介しようかな。で、219の向かい218、ここの奥に前期をレッドカードキーの直脇を俺は見たから、ここね、しっかりこう来たら見るようにしましょう。この血塗られてるここにレッドカードキー直脇しますんで、0.00 何パーの確率かもしれん。けど、湧きますんで、しっかり見ておきましょう。じゃあ、とりあえず219の、この鍵のかかってないとこの検証から。さあ。いいね、キャット湧いてる。ここ湧きなし、一個湧きか。219検証は、キャットが湧いてるぐらい。あと、レッドカードキーのね、ワンチャンを狙って、ここもね、ついでに見ておきましょう。まあ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 、ないでしょう。サリターちゃん、サリタちゃんこれ。サリタだよな。グレネードある？行くか。よし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 。西島結構早めに湧いたけど、サリタいるんなら、もし行こうか。どの辺で泣いてる？あそこにいんだ。オッケー倒した、サニタは倒した。取り巻き何体倒してる？3体から4体。え？ああ、それ取り巻きか。味方じゃないか。びっくりした。味方死にたんかと思った。まだいるね。オッケー、ちょっと取り巻き1匹目のやつ見ていこうか。うわお、サイダーか。医療系統だから、リフィール。ナイス。え、HF1 やん。サンプル、これ倒した人持っていけないの？サニタもちょっと見たいんだよね。え、あれじゃね？オッケー、やった。いいのかな？オッケー、サニタブリッジしてるけど、ちょ、見ていこうか。サニタバック、AOPSX。DP なんかな？PS か？ DP か？ FMJ。うん、FMJ らしいわ。さあ、注射器、これ何来る？ブルー、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 ブルー。え？
ブルーだよな、さすがに。カードキーなわけないもんね。これブルー、あれです、これブルーの印のついたカードキーです、これ。さすがにね。うん、さすがにね。うん、カードキーなわけない。一旦、219が3回目かな。219、3回目。ここは、戦ってないから、そうだよね。ない可能性がある。一応、ここも見させてもらいますね。おっと？レッドカードキーなし。3回目なし。あ、4回目か。219号室の4回目は、これ取り忘れある。取り忘れてるだけだ、これ。出てる。なんか、絶対美味しいのあったか、あそこ。じゃあ、219の5レイド目。見ていきましょう。何があるか。動け。いいね。ピラニア。なんかあったぞ、今。かぶってたぞ。もう、もう分けなさそうだね。5回目 ?4 レイド目か。これ4レイド目な気がするな。弾立ちだね。よし。で、プラスで、ここプラスで、レッドカードキー分けだけね、しっかり見ていきましょう。ない。ワンチャン出るかもしれない。さあ、行きましょう。5回目の219号室。ラチェット。スカル。ラチェットスカルか。まあ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 。レッドカードキーを見ましょう。まあ、そう簡単にわかんか。ということで、219の6回目、6レイド目か。ないね。あれ、ないね。湧いてないね。はい、チコチコミッツ。今日も今日とてありがとう。さあ、ありがとうございます。サードストライクさん。ちょっとレッドカードキー湧きも、なしと。あ、まあ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 、今回スルーということで。1ビットじゃダメー。はい、219の7回目と。さあ、219、7回目はこう、ロレックス脇のみかな。219、ロレックス。一応、レッドカード置きもなしと。さあ、ってことで、8レイド目の219。ここに関してはな、鍵かかってないからマジでわかんない。シリンジ。レドックスのグラボ普通に落ちてるからな。さあ、シリンジ。そして、レッドカードキーが、湧いてない。おっ、シリンジのみ。さあ、9回目の219いきます。ここね、グラボ開きとか、レドックス開き欲しいけどな。インコちゃんと、PP、7ミリ PP、いいね。さあ、ビットコイン開きはなしと。まあ、今回この2つ開きだったね。PP とインコちゃん。そして、おまけのレッドカードキー脇も見ていこう。うわぁ、マジコンかな。前期見たんだよな、ここレッドカードキー。さあ、ということで10回目行きましょう。10回目の219号室の、10レイド目か。うわぁ、レドックスかね。GPX か、GPX、グラボなんですよ。今50万。55万ぐらいまで来てるかな。そう、219はうまいんです。ここね、鍵かかってないけど、うばちゃーん。さあ、50万のグラボを拾っていく。オッケー。今回219は GPX、そしてグラボでした。ここね、やっぱね、みんなに知ってほしいね。さあ、レッドカードキーを見ましょう。なしだね。なし、ピーポー。さあ、おまけの219行きましょう。ビットコインであれー。ギターピーク。な、ちっちゃいの場合とんな。さあ、こういう時はね、レッドカードを隠して。やってまいりましょう。ナッシン。2個だね。GPA、ギターピーク。やってくれるな。オッケー。219のおまけ2回目か。ウコッケーちゃんか。さあ、ウコッケー。ビットコインが、いない。さあ、レッドカードキヤキもなしだね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。逃がし島の219号室。これ、うまくない？なんかね、今回ビットコインだってレドックスは見せれなかったんですけど、まあ、グラボがね、ありましたんで、まあ、ぜひともね、皆さん通った時は取り忘れのないよう、まあ、通るときは絶対にあそこは見るってことを覚えておいてください。かなり美味しい場所になってます。
で、まあ、レッドカードキーとかもね、拾ったよーっていう人がいましたら、ぜひともコメントに教えてください。羨ましい。はい、自慢しに来てください。もしよかったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。この鍵とか、こういうとこやってほしいとか、なんか気になってんだよねっていうことでも大丈夫です。何かありましたら、コメントの方までお待ちしております。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。